どうも、コーズです。今回ですけども、アンレームの対バン、アンレームツアーなるものがね、始まるんですけども、半身落選しちゃってね、そう、対バンだけ当たるっていう。で、結構これもね、チケット高いんですよ。今ね、中野郁美さんのバースデーイベント、水横山由依ちゃんのからはしごしてるんですけど、今渋谷にいます。はい、これが渋谷プレジャープレジャーという会場、行ったことあると思うんだよな。で、まあ、300人ちょい入るところなんですけど、そこでアンレームの対バンイベがあるということで、そこに行きます。で、今日ね、対バン相手がなんだっけ、ラメールだっけ、あの湯浅淳二さんが立ち上げた坂口渚ちゃん引き抜いたあのグループもなんか出るみたいで、僕初見なんですけどね、あのそれも合わせて、まあ、見れればなというふうに思ってます。はい、ね、ちょっとアンレームね、こっからイベントね、目白押しなんですよ。僕もね、何個かね、行こうと思ってて、まあ、どれに行くかは明言しませんが、そう、楽しみだなと思ってて、そう、そうなんです。なので、久々ですよね、アンレーム。なんかイオンモール武蔵村山みたいな、なんかクソ僻地に行った以来かも。そうそう。まあね、アンレームはガールズがいますから、ひゆかちゃんとさえちゃんと。結構ね、いいんですよ。やっぱ、そう、1回のイベントで複数ガールズにも会えるし、そう、なかなか聞かないジャンルだしな。そう、僕全然 K-POP 明るくないので、そう、そこら辺考えると結構ね、いいんですよ。あの、なんだろう、味変っていう感じ？味変。そう。なので、ちょっと楽しみだなと思いながら、席はね、そんな良くないっすね。そう。先行で当たった割に良くないっていう状況。そう。まあまあ、それはそれとして、まあとりあえず、まあ、イベントとして楽しもうかなというふうに思っております。はい。ぜひね、あの、イクミンのバーイベはしごなんで、両方合わせて見てもらえればなというふうに思います。はい、というわけで、会場近くに、来ましたので、向かいたいなと思います。ここですね、このユニクロのあるところ、バグースのあるところの6階、ですね、結構人いるんかな、なんか結構人いそうだね。 あったあった、渋谷プレジャープレジャー、ここです。行きます。ああ、あるじゃん、出てんじゃん、これ、これに行きます。はい、というわけで、イベント行ってきまして、アンレーム以外に3組出てたんですよね。なんだっけ、野島かのちゃんがいるなんかボーカル、ガールズボーカルユニットみたいなのと、川端杏奈ちゃんがいるなんかあのアイドルユニットと、坂口渚ちゃんがいるアイドルユニットの3組が、まあ、対バン相手として出てて、で、アンレームは、まあ、相変わらずいいですね。やっぱたまに見るとね、いいんですよ。そう、本当味変というか、だし、まあなんか普通にニュートラルに見ると、ニュートラルに見ても、あのひゆかちゃん、さえちゃんのパフォーマンスレベルはもうめちゃめちゃ上がってるんで、いや本当にいいっすね。アンレーム活動は普通にその AKB 活動の糧にもなってるような気がするな。で、その3組の話をしようか。3組がどうだったかっていうと、あの野島かのちゃんはあの歌唱力選手権でさ、なんか結果出した子じゃないですか。まあ、それでなんか女性ガールズユニットみたいな感じで出てたんですけど、なんつうかな、スーパーフライとか、なんかクリスタル K とか、アンジェラ・アキみたいな、
なんかああいう系の、まあ、スーパーフライが一番なんか、うん、ぽいなって感じですけど、ああいう系の楽曲が多めだったんで、まあその、まあ、地下アイドル現場でそれそのニーズがどんだけあんねんっていうところが気になった。普通にただ歌はめちゃうまかった、歌はめちゃうまかったけど、そのニーズ的にどこにあるのかっていう部分がちょっと、まあ、気にはなりましたけど、で、あの川俣アンナちゃんがいるグループはもろイコノイですね。イコラブの意味のパクリじゃないけど、曲がね、そう、もうエセイコノイと言っても過言ではないような、まあそんな感じでしたけど、まあ、あのただその地下アイドルの中ではビジュアルレベル、あの可愛い子結構いたんで、コスパよくイコノイ風味の曲をやるアイドル探してる方にはいいかもしんない。そう、最後の1曲だけサツカでしたしね、そういうレギュレーションなのかわからないですけど、まあ、カメコ的なところで楽しみたいという人は、まあ、ありかも、その部分でもね。で、あと坂口渚さんのグループは、あの湯浅さんのね、キング湯浅さんのグループでもあるわけですけども、なんかなんかな、一番なんかアイドルっぽかったけど、途中の曲でね、湯浅さんの趣味みたいな、あのヘビーなんかロック調のヘビーロック調のやつが来た時には、もうアンダービースティーやんけみたいな、もう地下アイドルでそのジャンルやってるグループあるわがみたいな、 で誰がそれ望んでんねんみたいなね、それがあったんで、あれはどうなんでしょうっていうのは思うけど、まあでもまあでもまあって感じですね。その総合力高いけど、まあ、あれぐらいのレベルっつったらあれですけど、結構その地下アイドルの中ではまあいますよね。いるいる、すげえ歌ってる、そう、まあいますよね。そう、なんかせっかくなんかに尖らせないとっていうのはなんか3組見てて思ったけど、まあ、尖ってたとしても尖らせ方も間違えちゃいかん、難しいな。アイドルは群雄割拠だなと思いました。でもアンレームはね、まあ、ホームというかアンレームのツアーだから、アンレームのお客さん多かったですけど、まあでも本当にさえちゃんもひゆかちゃんもパフォーマンスレベル上がってるし、その MC がね上手、なんかその司会進行、企画の司会進行とかめちゃめちゃできるし、優秀って思った。ああいう枠いけるじゃないですか。そう、その喋れる系の枠で、普通にサイちゃんとかめっちゃ真面目だからさ、そのちゃんひなあたりがなんかもろもろその段取り忘れてる時にさ、でちゃんとこうだよって教えてあげてたのがポイント高かったですね。はい、まあそんな感じかな。まあでもやっぱアンレーム見に行くとアンレームモチベは高まるなと思いましたね。いやよかったよかった、そうそう、いや楽しかったっすわ。もうなんか1日で8の OG3 人も見るなんて、しかも3人とも汚れてる選抜っていう、そこはねちょっとおもろかったですけど、中野横山坂口って3人見るっていう、まあまあそこそこいいメンバーっていうのも含めて、ぜひ合わせ技でご覧ください。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。